住生活がどんどんまあ変化してきたということですけども、例えば私が子供の頃で言いましたら、例えばテレビで言いましたら、まあ、サザエさんとか、ドラえもんのお家とかですね、いうことであったら、まあ、リビングというよりも、まあ、今があってですね、まあ、ちゃぶ台みたいなのを置いてて、床の上に座って食事するような生活、私もまあそんな生活でした。ライフワークバランスと言われてますように、その働き方がまあ変わってきてですね、同時に暮らし方もあの変わってきたんだと思うんです。で、高度成長の間は、日本もこうお家を持ちたいということで、まあ、どんなお家でもいいから自分の、まあ、家が欲しいという流れで家がまあ完成されてたと思うんですけども、今はその家を建てるというよりも、そのライフスタイルに基づくその暮らしが最も大事だとされていると思うんです。つまりその家というその箱のものがあればいいということよりも、そのご家族と過ごす、まあ、時間のことを、まあ、ご存知のその物消費からこと消費って言われているけれども、そのライフタイムを大事にした時間の過ごし方っていうのが大事にされていると思います。玄関開けてすぐ階段があって2階上がっていくというよりも、お家があってホールがあってリビングがあって、リビングの中から階段で2階上がっていくような形でですね、家族が、まあ、仲良く共和するような、そういうような、まあ、お家を建てるっていうような間取り構成に日本の住宅も大きく変わってきたんではないかというふうに思います。まあ、戦後、まあ、70年、まあ、経ってきた中で、まあ、日本もようやくその真の、まあ、豊かさっていうのは、そのものだけじゃなくて、ね、ご家族であったりとか友達との時間であったりとか、その暮らしの時間、つまり、まあ、ことに関して大切にするようになった結果、お家の間取り、そしてその床材の選び方なんかも大きく変わってきたんじゃないかなというふうに思っています。歩き心地が実は一番大事な要素でして、お家に入った時に足裏でですね、はい、床をこうお家に入って踏みしめた時に、ああ自分のお家に帰ってきたなと、ね、あこのお家が自分のお家だって言えるような、その、まあ、踏み心地、歩き心地、イメージ通り唯一体がですね、家の中で触れてるのは足の裏でですね、その足の裏の まあ、心地がですね、いいか悪いかで実はその住み心地は、かなり変わってくるんです。オールドヒッコリーって言いますですね、これカナダの保養地なんですけども、昔はスキー板とかですね、ゴルフクラブのヘッドに使われた北米の保養地、ハードウッドなんですけど、幅をね、まあ、広くアメ色 のフローリングというのは最近まあ人気ですね。貼った時にやっぱりこう板を貼ったっていうのはね、イメージになります。板の表情で真ん中にまあ赤みとガワンってことまあ白田っていうんですけどね。自然の木を貼ったっていうような形で、この赤みと白田をこう両方交互するような形でね、貼り上がるとまあ本当の天然木の板を貼ったっていう仕上がりになります。板はあくまでも暮らしだすとですね、フローリングがメインじゃなくて、フローリングが脇役なんで、例えばご夫婦共働きであるとか、お皿まだお小さいであるとか、ああいうところのですね、まあ、ライフスタイルの家族構成を聞きながら、女性のスタッフはウッドコンシェルジュと言いますね、家を、まあ、案内に行くとですね、そのご家族のライフスタイルに合ったようなフローリングのご提案を差し上げています。ヨーロッパに出たことがあったんですけども、まあ、パリのまあホテルですね、特に英語は片言で私は話すんですけども、フランス語は全く話せないからですね、まあ、英語でまあフランスにまあ話しかけていくわけなんですけども、やっぱり食事で困った、またいろんなトラブルが起こってですね、対応してくれるそのホテルのコンシェルジュ、またその例えば英語フランスのまあ CA の皆さんであったりですとか、まあ、お客さんのこの状況どういう状況なのかっていうのをきっちり把握してですね、丁寧にしっかりと優しく対応するというのが、私は仕事をしていく上で、また旅を続けていく上で、大変助けられたと思うんです。一日のその美しいページになるために、そういう人と触れ合って、人と触れ合ってですね、店でこの木で決めて、本当に良かったと思ってもらえるような、まあ、そういう接客の対応を、まあ、スタッフ一同でですね、考えながら研修して、対応